2、3、4。おい、他には？いやー、今日の上がりはそれだけっすね。おいおい、マジかトミー。一日中走り回ってこんな骨だけの魚がたったの4匹だ？仕方ないっすよ。どこもかしこも不景気だって言ってんだから。あのなトミー、俺たちはただの猫なんだぜ。人間と会話もできねえ。そんな俺たちがお上の景気なんぞに振り回されてどうすんだよ。いくら泣いたって追っ払われちまうんすよ、兄貴。だったら盗みでも何でもすりゃいいだろ。やだよ、俺は盗みはしたくねえっすよ。あのな、綺麗事ばっかり言ってたってこの町じゃ食っていけねえんだぞ。そもそも俺たちみたいな弱小ファミリーがてめえの背後を気にせず歩けるのは誰のおかげだと思ってんだよ。そりゃジョゼの兄貴のおかげで。バカ、お前俺じゃねえよ。この町仕切ってんのはポーリーの旦那だ。あの人に気に入られなきゃ終わりなんだよ。へえ、ジョゼの兄貴よりすげえ人なんだ。まあお前は新入りだから知らねえのも無理はねえけどな。泣く子も黙る8割のポーリーからしたら俺なんてただのチンピラだ。なこと言わないでよ兄貴。俺はまた旅いらずのジョゼに惚れ込んで弟分になったんすからまあ俺もこのままくすぶってるつもりはねえよ。そのうち幹部になってポーリーと肩を並べてやる。そうしたらボスにだって会えるはずだ。え？ボスってあのボスかよ。ああ、俺たちからすれば住む世界の違う存在だけどな。この町で成り上がるにはそれしかねえ。すげえ。それってつまりボスに勝ってもらうってことっすよね。他に何があんだよ。カーペットか。考えたこともなかったな。うん、ペットになりゃうまい飯に綺麗な散歩コース、トリミングだって夢じゃねえ。トリミング？カットにシャンプー、ブラッシングまで全部やってもらえたらお前そこらのドラッグなんかよりよっぽど天国に行けるって噂だ。おいおい、横文字ばっかでわかんねえっすよ。でもなんかすげえな。なあトミー、俺がボスのペットになったらよ、お前もなれるように口聞いてやるからな。あ、兄貴。誰がボスのペットになるってポーリーの旦那。え、この人が。こんな汚い路地裏で何をコソコソしてやがる。ああ、いえ別に。ふん、最近よ、お前の島の上がりが少ねえって話があるんだけどよ、どうなってんだ。まあちょっとそうっすね。不景気ってやつでなかなか俺たち野良猫の分まで残飯がねえみたいな。いや、何か俺が腹すかせて寝込んじまってもいいってのか。いえ、そんなことは。ああ、お前見ねえ顔だな。はあ、すいません、紹介遅れて。こいつ俺の弟分でトミーって言います。ふん、ま、下っ端に興味はねえ。とにかくもっとファミリーに貢献しろよジョゼ。さもねえと一生猫じゃらしで遊べなくなるぜ。はい、じゃあな。危ねえ危ねえ。おっかねえ野郎っすね。毛逆立っちまった。まあ俺が立場逆転させるまでの辛抱だ。頼ますよ兄貴。すみません、ちょっと道に迷ってしまったんですが。ああ、誰だあの女。お前の連れが？なわけないっすよ。あんな毛並みの綺麗な女が俺なんかと。2番街の交差点ってどちらでしょうか？2番街？そんな洒落たとこから来たのかよあんた。ここはしがない路地裏だぜ。おいトミー、お前連れてってやれ。なんで俺が？俺は昼寝の時間だ。ずりーよ兄貴。うわ、こいつが案内してやるよ。2番街の交差点だっけ？ええ、ありがとう。お名前は？ジョゼだ。こいつはトミー。どうも。ジョゼとトミーね。私はシェリーです。はあ、綺麗な名前だな。ありがとう。あ、毛がふわふわしてたから気づかなかったけど、ネックレスしてるんだな、あんた。ええ、もらい物だけど。おい、待て！ネックレスだと？なんだよ、兄貴、血相変えて。引きちぎって、売りさばこうとでも思ってんすか？バカ野郎！そいつはネックレスじゃねえ。首輪だ！え？首輪ってことは。おーい、シェリー、どこ行った？よかった。探しに来てくれた。兄貴、声、もしかして、人間？なんでもっと早く気づかなかったんだ。お、こんなとこにいたのか、シェリー。探したぞ。まるでブラッシングしたような美しい毛並み、およそ路地裏に似つかわしくない気品、そして極めつけの首輪。また会いましょう、親切なお二人さん。あんたボスの女だったのか！